ねえねえ、顕微鏡くん。ドランシャツね、マイクロペペットくん。顕微鏡くんに聞いてほしいことあって。ちっと前にも言うたばって。顕微鏡やなく、超高分解の分析電子顕微鏡システムだけ。ごめん、超分解分析顕微鏡。もうよか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 。顕微鏡でよか。次は絶対言えるもん。で、聞いてほしいことってなんね。実は未来の選択肢がたくさんあって、何を吸収すればいいか迷ってるにょ。いつもは100万分の1ほどの調味料を迷わず正確な精度でサンプリングを繰り返しているマイクロピペットが無料対数ほどの選択肢に朝食ビュッフェぐらい迷っとる。これもいい、あ、これもいい、あ、これも。このまま専門性のある仕事を続けるか、一歩踏み出して新しいチャレンジをするか、ほんと迷ってて。何その共感ゼロの返事、そして共感ゼロの顔。だって未来であろうと良心媒性化合物の配置がナノ配列、そして純安定状態で見えてしまうけん、確定できてしまうけん。顕微鏡だから見えないものがないってこと。分子レベルで見えるけん分かるっすね。顕微鏡系持ち前の絶対分子感ってやつだ。何その絶対音感みたいなの。逆に迷えるっち素敵と思うけど。ねえ、なんで素敵なの。近い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 近かも、ね、近かった。ここ覗いてみんね。そうじゃ。ナノレベルに拡大すると自由。そう、迷いは選択の自由。自分次第で世界はカスタムできるって思ったらワクワクしてこんね。さすが超高分解の分析電子顕微鏡システム、本質が見えてきた名前言えた。まあこれでも一丁だけ見えもあるけどな。なになに、この話のオチ。いや、なにそれ。なになに、なんや、創業大学のセスナだ。 Opportunities await. Just go for it. See ya. 何今の